皆さん、こんにちは。Azure 資格対策講座へようこそ。今回は、クラウドモデルについてと、関連する模擬試験問題について解説していきます。本講座は、次の5つのパートに分けて解説していきます。まずはじめに、パート1の、クラウドモデルとはです。クラウドモデルとは、クラウドリソースのデプロイの種類を定義するものです。デプロイとは、 配置置すすするるや設置するといいう意味で使いますクラウドモデルにはプライベート、パブリック、ハイブリッドという3つの主要なクラウドモデルがあります。続いてはパート2のプライベートクラウドについてです。プライベートクラウドとは専用のクラウド環境を構築し、占有することができるクラウドサービスのことです。自社のセキュリティポリシーに合わせた安全性の高いサーバーを準備したり、 業務プロセスに合わせた独自のシステムを構築したりすることができます。しかし、デメリットとして、初期コストや運用コストがパブリッククラウドと比べて高額になります。続いては、パート3のパブリッククラウドについてです。パブリッククラウドとは、サードパーティーのクラウドプロバイダーが構築した環境を他の利用者と共同利用するクラウドサービスのことです。パブリッククラウドは、契約すれば、 誰でででも利用きるクラウドサービスす代表的なパブリッククラウドとして Azure や AWSGCP があります続いてはパート4のハイブリッドクラウドについてですハイブリッドクラウドとはプライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせて利用するクラウドサービスのことですハイブリッドクラウドの利点はパブリッククラウドとプライベートクラウドのいいとこ取りができることです 今回のまとめですクラウドモデルとはクラウドリソースのデプロイの種類を定義するものクラウドモデルにはプライベートパブリックハイブリッドの3つがあるそれでは最後に模擬試験の問題を解いてみましょう社内システムを拡張したいと考えていますそこでコストを抑えるためにパブリッククラウドの利用を考えていますどのクラウドモデルを使用するのが良いでしょうか A パブリッククラウド B プライベートクラウド C ハイブリッドクラウド D それ以外プライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせたものをハイブリッドクラウドと言いましたよねよって正解は C になります皆さん正解できましたか以上がクラウドのの概念分野の クラウドモデルについてでしたご覧いただきありがとうございました次回以降も引き続き対策講座の動画をアップロードしていきますのでチャンネル登録をしてお待ちくださいそれではご視聴いただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう